こんな上司はクソくらい。これは実体験を元にしたやつなんですけど、すごく嫌われてる上司がいるんですね。こんなおるんですよ。こんなおるんですよ。逆から見たらね、逆にね、ここがひげが濃いから逆さまにしても顔に見える人みたいなね、まあやついるんですけど、こいつはほんまにね、ちょっとあかんので、もうちょっと報告したいと思います。どういうことか、はっきり言って、正直、主戦度ですね。まあもうお金がね、耳打でみんな誰もついてきてない、この人に。まあ、名前はもうほんまはっきり伏せますけれども、もうこれもうほんまね、もうめちゃめちゃパワハラ、マックス、パワハラがマックス。これなんどういうことかって言ったら、まあお客さんと接する業種とかやと、まあお客さんの前でバリバリ偉そうな態度を取るんですよ。でまあ2人の時もまあ偉そうな態度は取るんですけど、もう偉いということをアピールしたい、いるでしょ、こういう人は。僕は許せないんですよね、今の時代。もうパワハラもね、もうだいぶもう言われてますから、もう治ってきてると思うんですけど、治らないんですよ。で出張ね、書きますよ、出張って書きますよ。出張行った時にね、ルートインに泊まるんです。もうルートイン、うわールートインはお風呂がついてるんやでって言うんですね。いやいや、お風呂別についてなくてもルートインを取っといてくれみたいなね。ほんで、まあ、ルートインの、キャンペーンで、受付のところに、ちょっとカードをみたいな、これ取ってください、割引券ですよって言って、でどういう割引券か僕見たんですよ。で泊まった人一人にこれ渡してるんですって言ってるけど、その受付のとこにこう横に置いてあるんですね、券が。で券が置いてあって、じゃあ1枚もらっていきますみたいな感じなんですよ。で僕ももらいました。で見たら発泡酒、セブンイレブンで、その当時ちょうど発泡酒がもう盛んにこういろいろ第2の発泡酒、第3の発泡酒みたいな、わかんないですけど、僕はあんま飲まないんでわかんないですけど、売り出してた頃やったんで、キャンペーンですっつってもらったんです。で僕飲まへんので、これじゃあどうぞ使ってください。ああ、部下やの、ええぞ、これでわし発泡酒飲めるわね、言ったんですよ。でまあ私はそれでまあもういらないじゃないですか。でもよう考えたら、まあちょっともうこれ犯罪行為かもしれないですけど、帰りももらえんちゃうか、チェックアウトの時ももらえんちゃうかな思ったんですね。ほんならチェックアウトの時に、僕もらっていいですかって聞いたら、あ、いいですいいですよ、もうあげますって言ってルートインの人くれはったんですよ。で僕は別にいらないんですけど、まあ一応部下ですから喜ばしたろうと思って持って、で車で迎えに行きますよね、受付のところに。でエントランスのところに車つけて、どうもおはようございます、おはようございます、ジョン取っといたんで昨日もう一枚もらいました、あげます。僕もね、悪いやつですよ。ほんでちょっと評価をちょっと上げようかなって、まあ僕も思ったんですね。まあ、まあ今思ったら、こんなもう評価もクソもしとらへんから、アホやからね、しとらへん。ほんならもうめちゃめちゃ大喜び、喜んで、うわようやったなと思って、でそれを助手席に座って財布に入れよったんですよ。財布に入れたら、僕運転席からこうやって横目で見てました、財布に入れよった。その財布の中に30枚ぐらい
発泡酒の件入ってました。許せない。